はい、では続きまして、アンノブラさんから、Python マクロの実用的な使い方ということで、発表をお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。最初だけビデオを置くので、はい、ちょっと待ってくださいね。画面は大丈夫でしょうか。はい、良好です。さっきとちょっと違って、あの横は出てると思います、スライドがですね。はい、では始めたいと思います。はい、今回、Python マクロの実用的な使い方ということで、15時5分ちょっと過ぎちゃうかもわかんないんですけど、発表していきたいと思います。皆さん Python のマクロの方は使われたことはありますでしょうかというのが、ちょっと質問はあるんですけども、ほぼほぼ皆さんっていうのは、あのベーシックの方ですねを使ってマクロを組んでるっていうのが、結構多いのではないかと思ってます。で、ちょっとまずは自己紹介を、はい、中の方とかはご存知だと思いますけども、ほぼほぼなんか仕事が今 Neo4j みたいになっちゃっててですね、はい、でユーザーグループは LibreOffice の日本語チームと Neo4j のユーザーグループ Apache Op ユーザーグループと3つあるのですけど、ほぼほぼ今活動がですねなかなかできてなくてですね、どうにかしたいなと思っているところです。はい、今日のゴールですけども、まあ、今日のゴールって言ってもあれなんですが、まあ、Mac を私使ってますので、今回、まあ、Intel と Apple Silicon の話を少ししまして、あとは、Python の話をしてですね、で、マクロの作り方とか、マクロでね、Neo4j を、にアクセスしたのがありますので、それを、お見せしたいと思います。皆さん、Mac 使ってる方は多分、Libre の中では少ないんじゃないかと思うんですけども、最近私、やっとこさですね、Apple Silicon の、M2 の方ですね、に、変えまして、それで、いろんなソフトを、持ってきたところです。移行が簡単にできるかなと思ってたんですけど、移行をドンとするとですね、プログラムが結構違うのがあって、なかなかうまくできなくてですね、横に並べて必要なものからインストールしていったということに、最終的にはなりました。で、まあ、そうですね。まあ、M2 で、実際はですね、今回、LibreOffice もインストールしてるんですけども、パッケージ管理ソフトウェアのホームビューというのがありまして、それでインストールしてます。で、これは簡単でブリューのインストール、カスクの LibreOffice ということで書けばですね、新しいやつを入れてくれて、ブリューのアップグレードというふうにすれば、もしアップグレードしてたらですね、新しいのを入れてくれるという形です。で、命令はこれ1個だけでですね、機械がインテルの場合はインテルインストールしてくれて、Apple Silicon の場合は、それ用の ARM のですね、コンパイルしたやつをインストールしてくれます。だから、何も考えずにこれでやればいいんですけど、インテルからそのままプログラムを持ってこようとしてですね、持ってきたら、あれということになります。まあ、動かないことはないんですけども、当然、インテルっていうことで、そのエミュレーションになって、しまったりしますので、非常に遅くなって遅く動くとかいう感じですね。で、まあ、今はもう ARM で動かしてみているところです。はい。で、まあ、今回はですね、何を使ったかというと、LibreOffice の 7.5.4 の新しいやつと、まあ、MacOS 用なんですけども、それに、Python 3.8.16、これは中に入ってるやつですね。
で、あと PyCharm っていう ID を使ってます。まあ、ID はですね、Python 使うときは PyCharm 使ってもいいですし、Microsoft の、文を使ってもらってもいいですし、大体なんか、その辺にあると思いますので、使われていいと思います。PyCharm は PyCharm の、ですね、あとで紹介しますけど、フリー版とそうでない版とあったりします。で、Python なんですけど、どんな、ね、歴史があるかというとですね、1991年ですね、割と自分としてはなんか最近かなと思ったりもしますけど、Python の 0.9.0 というのが最初に世に出た Python らしいですね。それまではなんか、中でいろいろやってたらしいんですけども、91年にリリースということにはなってます。で、3.0 っていうのが2008年に出まして、2.7.18 ですかね。これは2020年っていうのは、これあれですね、Python2 の最終版ですかね。が出てます。で、今は、現在はですね、3.11.4 とかいうのが、今のバージョンで、10月になったら 3.12 が出るといった形で、進行しています。で、皆さんご存知だと思いますけど、Python の2と3はですね、2系と3系は書き方がいろいろ違っててですね、大体そのままソース持ってくるとえらいことになるんですけども、まあ、今回は、LibreOffice の中はですね、3が入っているので、ちゃんと安心して組めるといった感じですね。はい、で、早速、最初から引っかかるんですけど、LibreOffice をですね、動かして、マクロを動かそうかなと思ったら、なんか JDK がないよということで怒られてしまいまして、オラクルの Java Development Kit って書いてありますけど、これなんか入れてくれということで、言われます。で、ということで、OpenJDK を今回使ったんですけども、OpenJDK はですね、こんな感じで、これも Vue でインストールできますので、Vue のインストールを OpenJDK ですると最新バージョン20が入っちゃいます。で、OpenJDK アットマークのこう17とか11とかするとですね、そのバージョン入るんで、この辺は適当に見計らってインストールしてもらえればいいと思います。8とかもあるんですけども、はい、8、11、17と今の最新バージョン、ここは 20.0.1 ですね。これが、インストールの時はですね、インテル版と、アプリシリコン版が、それぞれあるようにはなっています。で、で、ホームビューでインストールしてですね、LibreOffice で見るとこんな感じで、ちゃんと入ってますよということで、ちょっと今17入れちゃったんですけど、こんな感じで入ってるのが、見えると思います。で、結構なんか、Python やるときにですね、前準備が多すぎて、多分前準備でドキュメント見たんですけども、その Windows の場合は、ディレクトリこれとかですね、Mac の場合これとか、バージョンによって違うとかいろいろ書いてあるんですけども、非常にめんどくさくてですね、で、なんか結構、ドキュメントがですね、一部欠けてたりとかするのがあったので、なんかあれまとめなきゃなと思いながら、ちょっと全部見てました。で、パスについても、今いろいろあるんですけども、パスも、今どこにこう、なんていうんですかね。で、情報が入ってるかっていうパスなんですけども、これは Mac だと Preference の LibreOffice パスっていうことで見るんですが、Windows だとこんな感じですね。Tools の、オプションの LibreOffice パスということですね。まあ、この辺、結構、よくドキュメントに下の方が書いてあったりするんでですね、あれということになりますけど、こんな感じでパスは見ることができます。で、まあ、それで見るとですね、どうなっているかというと、Windows ではこんな感じでですね、パスが LibreOffice の4のユーザーということが今ですね、今のパスになっています。で、これ LibreOffice 3と4ってこんな感じで分けられているんですけど、今みんな4ですね、4のユーザーということで、Linux に関しても、コンフィグの LibreOffice の4のユーザーということで、MacOS に関してもこんな感じですね。ライブラリアプリケーションサポートの LibreOffice 4ユーザーの中に、いろんなものが、データベースとかですね、いろんなものが入っているといったことになっています。はい。で、それで、Python って実際どこにあるのという話でですね、
Python ってこれってLibreOffice とは別にインストールしなきゃいけないのかなと思ったりもするんですけども、実は、Mac の場合は、LibreOffice のアプリケーションですね、LibreOffice.app の中に Python が入ってまして、リソースの中にですね、ここに Python があるんですけども、3.8.16 という割と、まあまあ、良さげなバージョンが入っています。結構使えると思います。で、マクロがですね、マクロはですね、皆さん組まれると思いますけども、マクロが、4つありまして、ベーシックとビンシェル、で、Python と JavaScript で、今回は、JavaScript なんですけども、まあ、ベーシックを出すとですね、こんな感じで出てきまして、マイマクロとか自分のマクロを new で作れたりとか、いろいろするんですが、まあ、これ作れるなと思って見るんですけども、で、次に、そうですね、これは、どっちかな、ビンシェルですね。これもクリエイトができる。あ、なるほどなと思ってみます。で、皆さんこれ知ってるかどうかわかんないんですけど、Mac で今見たところ、Python になるとですね、ボタンが全部グレーアウトしてしまっててですね、これってどうやって作るのかっていうので、悩んじゃうと思います。クリエイトしようと思っても何もできない。エディットもできない。なんかアプリケーションマクロとか開いてですね、ランすることは全然 OK なんですけど、できるんですけど、作るのと編集ができないということで、あれとか思ってしまいます。で、JavaScript に関しては、これはまあクリエイトできるので、まあ、なるほどなって言って、Python だけが非常に困った状況になっているといったところです。で、なんか実用的な使い方とかではないんですけど、使い方に入るまでに多分皆さん、すごい悩んじゃうと思うんでですね、どうにかなんか、まとめていければと思ってるところですね。で、スクリプトは、どうなってるかと言いますと、まあ、こんな感じですね。Python のマクロってあるんですけども、実際のここのユーザーの中にですね、下にディレクトリがあるんですが、スクリプトのディレクトリがないんですよね。ですので、スクリプトは自分で、頑張ってメイクディレクトリーか、フォルダを作るとかですね、そんな感じで作ってあげないといけないです。で、スクリプツスラッシュの、Python ですかね、そういうディレクトリーを作ると、ちゃんとそこがマイマクロになってきてくれます。はい。だいたいそういうのでハマってしまいやすそうな気がしますけど、で、まあ、じゃあ、ハローワールドって、下のアプリケーションマクロから動かすのがあるので、これ、まあ、いっぱいあるんですけども、これで動かすとですね、ハローワールドを選んで、これ中に既に入ってるやつですね。ポチッとランにすると、これはこれは、この中にですね、テキストとして、ハローワールド in Python ということで、表示されるといったちっちゃなプログラムが入ってて、それが動くということになっています。あ、なるほど。動くのはこれで OK なんだっていうことで、これでわかると思うんですけど、あと、作るのが困ったなというところですね。で、まあ、クリエイトしたいけど、できないなということでですね、まずさっき話しましたけど、Scripts Python っていうディレクトリをですね、作ってあげて、まあ、まあ、この下に、ユーザーの下にですね、Scripts Python というディレクトリを作ってあげる。これでやっと入れ物が完成ですね。で、あとは、まあ、使うのは何でもいいんですけど、フリー版として、おすすめなのが PyCharm コミュニティ版とかが結構使えると思います。まあ、これダウンロードできて、まあ、これ Mac 版の方なんですけど、インテル版とシリコン版とあるので、2つを分けてダウンロードができます。で、私の環境はですね、だから開発環境をインテルから移行しようと思ったらですね、よく見たらこう全然違うものがあるんで、移行ができなくて、再度作り変えて、あと Git の中から持ってきたみたいな感じで、移行をしました。はい、で、あとエクステンションとしてですね、編集とかデバッグとか、Python のデバッグとかしたい場合は、この中で、EPSO とかいう、これなんて読むのかわかんないんですけども、Alternative Script Organizer for Python ということでですね、
エクステンションがあります。これだとですね、デバッグとかができて非常に便利にはなります。はい。ただ、そうですね。こんな感じですね。先ほどの、この辺、ダウンロードなんですけど、ここからダウンロードして、Mac の場合は、ちょっと、ポップアップの許可がしないとですね、動かないんで、許可してあげてダウンロードします。そうしてインストールする。ダブルクリックするとインストールするので、ちゃんとこれが入ってですね、もう一回立ち上げると動くということになります。じゃあ、マクロをちょっとはじ、あの、最初に作っていきましょうということで、マクロを作るんですが、まあ、こういうのが、ドキュメントファウンデーションの中に、初めてのマクロです。ちっちゃいのがあります。これ結構、このままで、まずは使えるので、ライター向けと、カルク向けですね。すごいちっちゃいんですけども、で、これをどう使うかというとですね、ライター向けの方をテキストで、なんとかかんとか .py とかいう感じですね。作って、さっきのエリアに放り込みます。どこですかね。この前ですかね。はい、ここですね。ユーザーの下のスクリプト Python の下にですね、なんとか .py とかいうことで放り込めば、出来上がりです。で、そうするとですね、ちゃんとここに表示がされてきます。で、動かすことができます。はい。ダウンはできるということですね。で、ですので、テストを作っ、ちょっと、最初作るときにですね、作ってあげて、アプリをコピペして、こんな風に配置してですね、動かします。で、これでとりあえず動くのを確認してください。で、次はですね、私、ネオの方なんで、ネオとか使ったんですけども、まあ、いきなり飛ぶんですが、まあ、ネオって全然違うデータベースがあるんですけども、Neo4j っていうのがあってですね、グラフデータベース。だから RDB とちょっと違うので、SQL とかじゃないんでですね、なんかベースの JDB 接続とか、なんか前はうまくいってたみたいなんですけど、最近はなんかエラーが出たのかな。少し前のバージョンではエラーが出たと思います。じゃ最新バージョンではやってないですけど、ですので、ここに対してですね、Python のマクロからですね、ただ単に問い合わせをかけるといった形で実装していきたいと思います。で、まあ、ここはですね、データベース作って、まあ、これ映画のデータベースですね。真ん中トム・ハンクスがあって、まあ、このオレンジ色は映画ですね。で、映画に所属してる人じゃないですね。出演してる人とかが、さらに、その先に表示されているような形ですけども、まあ、グラフなので、コンポーネントとしては、ノード、この丸いのがノードですね。リレーションシップはこの矢印で、プロパティが中の、例えば名前であるとか、そういう属性がプロパティで、ラベルがですね、今あるのが、ムービーというラベルとパーソンというラベルが2つあります。これが大、あの、オレンジ色がムービーですね。で、この紫色が、パーソンということで、ラベルが2つあると。今言った、このグラフがあってですね。で、まあ、これの問い合わせ言語が、まあ、いくつかあるんですけども、グラフデータベースとしては、今、サイファーですね。で、サイファーとかグレムリンとかあると思うんですが、ご存知かどうかわかりませんが、GQL ってグラフクエリーランゲージがですね、来年リリースされます。で、これはほぼほぼサイファーです。いろんな会社、オラクルさんとかですね、Neo4j もそうですけど、Amazon さんとか、いろんな人が、集まって今作ってるでも、バージョン1.0は作ったので、あとは許可だけみたいな感じなんですけども、来年リリース予定で、現在はその次の2.0の、リリースの内容を検討しているという段階です。で、RDB に関してはですね、SQL って今あると思うんですけども、SQL の PGQ ということでですね、もうこれすでに SQL 2023年の企画で、プロパティグラフクエリーですね、グラフの問い合わせができるようにはなってます。で、オラクルのバージョン23には、リリース、すでに入ってます。で、あともだんだん入ってくるなというところですね。まあ、こんな感じのランゲージがありますよと。はい。で、ここで問題になってくるのはですね、
あれ、なんか、Python のライブラリーを登録したいんです。要するに今回は A4J のドライバーを登録したいんですけど、登録するものがないというところで、PIP をまず、持ってきてインストールします。で、PIP をインストールして、で、ドライバーをインストールします。すごい、これ大変なんで、あれですね、なんか諦めそうな人が多分いそうな気がします。で、なんかこの辺もうまくできてるといいなと思うんですけども、まあ、Python ドライバーということですね。PIP インストールの、Neo4j かなんかでですね。あ、ここ書いてありますね。インストールをします。そうすると、Neo4j のドライバーが入ってきたので、まあ、Neo4j で書いたサイファーがここあるんですけども、サイファーっていうか、Python のプログラムですね。これ、純粋な、ね、Neo4j の、Python だけなんですけども、これと、先ほどの、このマクロの、カルクのですね、下の方、合わせて、下の方がですね、これ、A1 しか、こう、シーツに持っていったりしてないんですけど、これをちょっとぐるぐる回すように、変換かけてあげてですね、やると、ちゃんと、こんな感じでですね、カルクの方から、これ、Neo4j からに書いてますけど、カルクからですね、カルクから Neo4j に問い合わせして、これはタイトルを返しているところです。もうすいません。タイトルっていうか、そうですね。映画のタイトルですね。で、A の位置に本当はなんか表題つけなきゃいけないんですけど、そのまま何もなしにしてますけど、こんな感じで出てきます。まあ、作り方とかですが、これをぐるぐる回すとですね、1個単位でシートのそのセルに入っていくので、なかなか多い場合は速度が問題になると思うんですよ。ですので、この辺はちょっと少ないときはこんなんでぐるぐる回せばいいんですけど、多いときはもっと賢いやり方でやっていければなということで思ってます。で、この辺もですね、いろんな、なんていうんですかね、ドキュメントがなかなかない、見つからないというのがあって、この辺をなんかうまくちゃんと書いてあげれば、マクロで Python 使う人が多くなるんじゃないかなというふうに思います。で、先ほどのがこんな感じで出て、まあ、当然ですけど、項目を増やすが、例えば内容とかですね、を引っ張ってこれるといった形になります。で、ですので、Python の利点というのはですね、まあ、Neo4j のドライバーがっていうのは、まあ、書いてますけども、Neo4j だけじゃなくて、Python のドライバーで使えるドライバーで、データベースのドライバーってたくさんあると思いますので、ベーシックだと使えないですよね。ですので、その辺で非常に、使いやすいし、NEO だとですね、グラフデータサイエンスライブラリーっていうのがあって、例えば、下に書いてますけども、セントラリティとかコミュニティディテクションとかですね、シミュラリティとか、なんていうんですかね、最短距離を求めたりとかですね、どれとどれが、こうデータが同じような、似てますよとか、どういうグループに分かれてますよとか、そういうのができるので、そういった結果をですね、リブレの方に返してあげて、リブレの方で、あとは、こう、なんか、グラフとか、文章とかで処理できると思うんでですね、そういうのは処理できたらいいなと思っています。で、まあ、数値計算に関しては、NumPy ということで、Python のライブラリーが非常によくできてますので、そういうのを使って、使えばですね、面白いアプリケーションを組めるんじゃないかと思います。だから、ベーシックだけでやってたら、この辺全然ダメなんですけど、この辺が使えるので、非常に、使い勝手がいいというか、広範囲に使えると思いました。で、ただ、インストールの時にすごく、悩むのことが多いと思うんですけども、そのドキュメントがですね、なんか、うまくなかったりですね、途中省かれてたりしたのがいっぱいあったので、それだけうまくやれればいいかなと思ってるところです。というところで、なんか応用編まではいかないんですけども、これを見てですね、実際、こんな感じでインストール、できるよということでやってもらったら、
こっちも嬉しいなというところです。以上です。ありがとうございました。はい、安野浦さん、ありがとうございました。リブレオフィスの Python マクロ機能ですね、非常に強力なポテンシャルを秘めてると思いつつも、なかなか手をつける機会がなかったんですが、今回お話さですね、機会にちょっと挑戦してみたいと思いました。では、ご質問などありますでしょうか。なかなか質問できないかもしれないですよね。よろしいですかね。なんかチャットって質問が1個出てるようなあ、出てますか。気がします。リボ同梱の Python で PIP って使えるのですか？PIP どうでしょう？ PIP コマンドは。まあでも外部のを使いましたね、僕は。そうです。そのままではなんかないので、OS の方で。巣はないです。どうですよね。みんないろいろな工夫をしてやってます。どうにかこの辺うまくいけばいいんですけど。ということは、リブレオフィスに同梱されている Python だけじゃなくて、別にやっぱり Python を導入して、PIP が使える状態にしておいた方が良いということなんですかね。ですね、Python に対して、PIP を取り込むアプリケーションがあって、それを動かして取り込むみたいな感じですね。ピンとこないですね。なんかそういうのの、やり方とかっていうのは分かるようなサイトなんかがあったりするんですかね。サイトがですね、微妙で、なんかうまくいったりいかなかったりしてるとかいうのがいっぱいあってですね、だからその辺をまとめれば、整理し皆ないさといん、けないですね。Python 使うと思うんですよ。多分一番の、障害ってこう PIP ですよね。ないと困り多ます分、ライブラリが使えないと Python 使う理由がなかなかね。そうなんです。中のだけとか言われても、なんかそれだとベーシックとあまり変わらないみたいなことを感じるかもわかんないんでですね。今回使ってるので、ちょっとその使い方をなんかどっかまとめたいなということで思っております。今から Python マクロに入門しようとしたときに、最初に参照する入門書とかページとかっていうのはどこが一番おすすめですか？先ほどのなんか、みんなあんまり書いてないんですよ。入門って本当に入門しか書いてなくて、どれだっけ。とりあえず、ここの初めてのマクロは、まずは動かせるウィとこキろあでるんすですね。けど、ただ、PIP がとか言うと、もうくじけてしまうんですね。ありがとうございます。がとうございます。Python も3.8とかいいのが入っているので、使えますので、ぜひ皆さん使いましょうというところです。はい。では、ぜひ皆さん挑戦していただければと思います。では、安野村さん、ありがとうございました。改めて拍手をお願いします。ありがとうございました。